無は一番この下にこの丸の部分を揃えたいので、ここの縦の線しっかり伸ばしていただきたいかな。皆さん結構これを途中でこう丸ね、書かれる方あるから気をつけてね。しっかり下までね、無の点の高さも。それから、数はまあ、長短はもうみんな書けてるよね。で、ここをまっすぐ行くんだけれども、この形でちょっと柔らかく書いてもいいかなと思う。ちょっと楕円形っぽくね。その場合、当たるというところ。こう書いて、当たって、それからスッとくる、ここのところ、しっかりと当たってもらうといいかな。この三角形は、ちょっと柔らかくなるように。でも、ペン先の休みどころ1、休みどころ2、休みどころ3っていうところをちゃんとキープしながら書いていく。で、こっちがあんまり長くならないようにね。この長さ気をつけて。で、みはみんな結構うまいよ、うちの皆さん。だいたい真ん中の線をまたぐように短めに、ぐっと斜めに持っていくんだよね。で、この辺もしっかり止めて、少しカーブをして持っていく。で、ここ短くをね、忘れる人結構いらして、サービスよく長くなる方あるからね。これ短い方がいいよ。これもさっきのあと一緒で、ここと揃えるよりも、もっと下の方で払い切って、高さをそれで表現した方がいいと思うな。で、ちょっと柔らかく書くには、この続けるっていう形で書いてもらってもいいよ。で、これも書いてみたの。ちょっと待ってね。これね、ここに当たってしまうな、紙が。まあいい、こうでしょ、無でしょ、すでしょ、みでしょ。そうそうそう。こんな感じで書いてある。ちょっと書いてみようかな、隣に。色ペンで書く？そう、あのね、すごいたくさんのボールペンを買い込んで、新しいボールペンが各なんか業者から出てて、で、家で書いてるところにずらーっと並べて書いてて、それを置いてきましたね。なので、ピンクで書くか、いつものように。ここには色ペンがいっぱい置いてあるの。チェックするときにさ、色がある方が楽しくない？だいだい色？どんな感じ？こういうこうちょっとこうペン先の休みどころのリズムっていうのをちょっと感じてもらえればいいかな。こんな感じで私は書いてみますね。